刑事チャンネルの K、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです、初めての方は初めまして。いや、春ですね、春。まあさすがにこの時期になると北海道も暖かくなってきて春、まあ、新生活を皆さんね、もう間もなく迎えられるっていう方も多いんじゃないでしょうか。そんな私もですね、まあ、今年の、まあ、3月の頭にですね、子供が生まれまして、新しい生活がやってきました。で、日々ね、子供をあやしたり、おむつ替えたり、お風呂入れたりしてると、もう私の腰が爆破寸前です。多分あと1週間もしたら爆破するんじゃないかと思ってます。過去に1回腰爆破したことがあるんですけどね、もう爆破寸前。これもう爆破した暁には腰爆破記念として、もう仕事も YouTube も一切やめてゲームだけやり続けたろうかなって思ってるんですけど、寸前のところでなかなか爆破しませんということでというわけで今日はですね、PS ストアでまたセールがやってきました。その名もスプリングセール。新しい生活を迎える迎えないは関係なく、春だよ、ゲーム買おうっていう話でございます。というわけで今回は一緒にちょっとこのセールを見ていきましょう。で、私はあのセールのたびに毎回ゲーム見てるんですよ。で、どんなゲームが安くなってるのかとかって見続けてきているので、今回のセールのラインナップの中でこれ買っといた方がいいんじゃないのっていうのとかも結構あったりしますので、まあおすすめしつつ、どうしても欲しくなったら私もなんか買っちゃうかもしれません。というわけで、ではセール会場に行ってみましょう。さあ、ではこちらスプリングセール最大 80% オフですよ。で、今回ね、ちょっと目の付けどころとしては、普段あんまり安くなってないゲームだとか、まあ、その辺は買い時かなっていうところだと思いますが、先日動画にもしておりますけれども、プレイステーションの新しいサブスクサービスが開始されるんですよ。その辺に引っかかりそうなゲームって今買わねえ方がいいかもしれないよね、みたいな落とし穴もあるかもしれませんので、ちょっとその辺注意深く見ていきましょう。じゃあ行ってみましょう。若干ろれつが回ってない感じあるのは、撮影時間がまあまあ夜も夜中だっていうこれね、鳩の柄のシャツ着てる場合じゃないんだよ。さあ、では始まりました。まずですね、ロストジャッジメントが来ておりますね。これはね、まあ、素直に買いかなとは思うんですけど、そんなにしょっちゅう値引きされてるゲームでもないので、 30% オフなんで気になってたっていうのであれば十分ありなんじゃないかなと思います。ただし、前作のジャッジアイズを遊んでる方の方がより楽しめると思いますので、まあ、もし前作遊んでないんだったら今慌てるほどではないかもしれませんね。そして、まあ、ダッといきましょう。でね、ちょっとこれぜひ押さえておきたいな、ちょっと俺も買おうかも一瞬迷ってるゲームがあって、月姫、こちらですね。このゲームね、これテキストアドベンチャーのゲームなんだけど、これね、去年ね、めっちゃ売れてるんですよね。プレイステーションのパッケージ売り上げランキングトップ10に余裕に入るぐらい売り上げ上げてて、なんかテキストアドベンチャーっていう、まあ、ちょっと割とニッチなジャンルなんですけども、その中では割と群を抜いて人気なのかなという感じがします。それだけにちょっと気になってるんですよ。私もそんなにすごい日頃から遊ぶようなゲームっていうわけではないと思うんですけど、きっとすごいんでしょうからね、ちょっと気になっております。まあ、さらに言うとセールになること自体がほとんどなかったので、気になってた方は買いでしょ、ここですよ。まあ、のっけからちょっとおすすめ、まあ好みは分かれるところだとは思いますけれども、おすすめがありますねといったところ。そしてその一つ下の列にアサシンクリードバルハラをベースとしたなんかいろんなセットのゲームがありますね。まあ、こんな例えばウォッチドックスレギオンとアサシンクリードバルハラのセットなんて購入してしまおうもんなら1ヶ月以上は遊び続けることができますので、まあ、それこそ4月あんまりね発売されるゲームないなって、なんかボリュームあるゲーム遊びたいなっていう場合、この辺りとかっていうのはいいんじゃないかなと思います。アサシンクリードバルハラは特に UBI ソフトの中でも過去2番目に収益上げてるっていう、まあ、それぐらい人気のあるゲームとなっております。さあ、ではダダッと進んでいきましょう。買うのちょっと待った方がいいんじゃないのっていうゲームがこちらですね。スパイダーマンマイルズ・モラレス。どうしてもこれ今すぐ遊びたいっていうのであれば全然止める理由はないんですけれども、これ6月からプレイステーションプラスの新しいプランでエクストラ以上に加入すればついてくるはずなんで、これを遊びたい方はまあ待てるんならね、6月のサブスクサービスを待った方がいいかなと思います。さあ、そして来ましたね、デモンズソウル。これはね PS5 版しかないので、日頃あまりねなんかセールに並んでてもそこまでおすすめはしてなかったんです。ただ今ねこれちょっと 41% オフで結構お買い得、まあなんだろう、エルデンリングから死にゲー入った人もかなり多そうだと思うんですが、起源になってる、原点となってるようなゲームとなっております。まあさらに原点って言い出したらもっと前のゲームがあったりはするんだけれども、
まあ、ソウルシリーズっていう意味合いでいうところの原点になるゲームが PS5 版で、これかなりグラフィック綺麗に作られてるんですよね。ちょっとぜひね、一度なんかまあ同じようにエルデンリングと同じように、あるいはそれ以上に場所場面によってそれ以上に難しいところはあると思うんだけども、まあ、非常に難しいゲームではあるものの、まあ、とてもおすすめですね。グラフィックはエルデンリングよりも洗練されてると思います。ちょっとね、子供が泣き始めましたちょっと待ってて。腰の爆発具合がもう寸前まで、いや、こう抱きかかえるときこうなるじゃん。このこれこれこれやばいね、やばいね。というわけで、私の腰が爆破する前にデモンズソウルの購入を検討してみてくださいといったところですかね。さあ、というわけで、じゃあどんどん進んでいきましょう。あー、ね、これディードリットインワンダーランド、まあロードストー戦記の、メトロイドバニアゲームですけれども、こちらが今 30% オフですね。ドットで描かれたゲームなんですけど、これ結構よくできてましたね。ブラッドステインド好きな人だったら、ちょっとハマ。いや、まあ、ブラッドステインドはまあ、ドットではなかったから、なんとも言えないところですけれども、結構ありなんじゃないかな。まあ、ロードストー戦記っていうのを知ってる知ってない別として、私結構楽しめちゃったので、ブラッドステインドを超えるほどの、とかっていうほどではないかもしれないんだけれども、ね、ちょっと面白いゲームですよ、と。そしてラスト初めて安くなってるかな。でも 20% オフなんで、まあそんなにでもないかなっていうところ。まあ非常に過酷なゲームで。まあ私のゲーム実況のチャンネルでもちょっとね、プレイしていたので、まあ興味ある方はゲーム実況のチャンネルで私がどんな風にゲームプレイしてたのかっていうのは見ていただければ、まあ、いいのかなとは思うんですけれども、まあずっと長いこと、まあパソコンで主に人気のゲーム、まあプレイステーションでも今遊べますよねっていう状況になっております。20% オフ。まあちょっとでもなんかごめんね、おすすめとか言っておきながら、こう今のをおすすめするかどうかっていうのはちょっと微妙だね。過酷なゲームなのでね。そしてですね、こちらのゲーム、どうしようかな。ニオーシリーズ、これね、おすすめです。ニオーのシリーズはあんまりセールになりません。今回割とダイナミックにセールになっております。ですので、まあぜひ、なんだろうな、歯応えのあるアクション、ただね、死にゲーとしてっていうよりも、どちらかというとそのハクスラ要素も含めて人気のニオシリーズですので、私は2の方が好きなんだけれどもね。まあ、非常に歯応えのあるアクションゲームが楽しめます。ニオ2。めったに安くなりません。これ素直におすすめでございます。そしてですね、このですね、ブルーリフレクション定位の、これなんだこのコスチュームセットっつ、これなんなんだバカ野郎、これ、あら。あら、これはね、おすすめとかそういう問題じゃなくて、俺が欲しい、ね、普通にね。バカ、何言ってんのこれ。そもそもブルーリフレクションを買ってない俺が。だからコスチュームセットに惹かれてんじゃないよ。さあ、だだっと進んでいきまして、戦国武装5も普段あんまり安くなってるの見たことありません。まあ、めったに安くならないゲームがセールになってるっていうのは、まあ、気になってた方はチャンスだと思いますので、戦国無双5。まあ、無双シリーズはま、なんでかんだ言ってめちゃくちゃ人気が高いんでね。気になってたんだけれどもね、なかなか値が下がらないよね。どうしようかな、思ってた方。今です今です。こうやって見ると戦国無双、無双シリーズが、なんか女性にも人気があるゲームシリーズだっていうのは、もうキャラクターのデザインとか見ると、まあうなずけるよね、なんていう気がします。まあ男女問わず、でも無双5はちょっと若干男の人掴みに来てるよね。いやいや、まあ、男女問わず人気のあるゲームですよね、といったところでした。さあ、そしてですね、うわー、ちょっとね、私ね、テイルズ・オブ・アライズね、まあ、去年めちゃくちゃ面白くてハマっちゃいまして、でそれ以降、まあ、テイルズのシリーズは私アライズが初めてだったんですけど、なんか買ってもいいかな他のやつって思ってたんだけどね、なんか買ってもいいかな、どれがおすすめな。いや、俺前も同じこと聞いた気がするな。結局テイルズどれおすすめなって、これは何、このテイルズはこれ主人公女の子なのかな、中性的、どちらとも取れそう。女の子だよね、これね、さすがにね。ちょっと一番燃えたテイルズ買おうかな。一番燃えたテイルズ。
でね、まあ、これ PS5 版のみですけれども、リターナルがあるんですけども、セールになってます。最近 DLC 来てって協力プレイとかもあるので、ちょっとやりたいなって思ってる方もひょっとしたら多いかもしれませんけど、こちらもサブスクに入る予定のゲームとなっております。まあ、どうしても今すぐ遊ばなきゃいけない理由がないのであれば、まあ、ちょっと待ってみてもいいかもしれませんね。 23% オフなんで、まあ、そんなに安くなってないんですよ。これまあ人気なんだよね、結局リターナルってね。で、なんだろう、コーププレイが実装されて、なんかさ、友達が遊んでてコーププレイ誘われてるんだよねとかっていう理由だったら、もう別に買っていいと思います。そうなってきたらもう話は別なんで、それは買っていいと思います。旬を逃してはいけないのでね。ただまあシングルプレイで遊ぼうと思ってる方であれば、まあちょっと待ってばサブスク入ってきますよと。全く同じ理由でゴッドオブウォーもこちら、まあ、60% オフで安くなっております。まあ今年ゴッドオブウォーの新作が出ますけれども、まあ、6月になればこれも、まあ、サブスクサービスに入る予定です。というか PS5 持ってれば PS プラスコレクションにすでに入ってるので、そんな心配ないか。なので、まあそういった注意事項があるけれども、あとはまあおすすめとかを見つけていこうかな。あ、これ結構おすすめのゲームです。ノースガード、RTS のゲームなんですよね。北欧はバイキングをベースとした RTS となっておりまして、これが結構面白いんですよ。で、半額で、これもあんまり安くはなってないですね。私は定価で買った記憶があります。紹介する動画を作ったことがあるので、興味ある方いたら見てみてください。フロストパンクとか好きだった方はこれ結構ね、ハマる可能性があります。3400円で結構がっつりハマれたらお得感あるかなとは思いますけどね。あとこちらですね、シバレー2、これ多分初めて安くなってると思います。中世を舞台にした一人称視点のマルチプレイヤー、まあ、大規模な戦争ゲームですね。この辺の映像の方がちょっと分かりやすそうかなとは思いますけれどもね。大規模に、戦争する、そんなゲームとなっております。合計64人のプレイヤーがですね、参加する大規模な戦場を制覇するという、そんなゲームとなっております。話題をかっさらっていたゲームが多分プレイステーションでは初めてセールじゃないでしょうか。レイヤーズオブフィア、これ買おうかなって一瞬思ったんですけども、これ見てください、 PS Now にね登録されてるゲームなんですよ。 PS Now に登録されているということは、6月から定額サービスに加入されるということになるかと思いますので、そっか、俺これ定額サービスでレイヤーズオブフィア遊べるか、実況するか。なんかそうやって考えたら、今 PS プラスの新しいプランに加入予定の人ってゲーム買うに買えないよね、なんかね俺定額サービス入ったらどうしようとか、なんか思っちゃうもんね。でなんかその辺気を使ったセールの並びにはどうやらなってなさそう。普通になんかそのサービスで提供されるゲームとかも、まあ、余裕で並んでたりするんでね、まあ、気をつけて選ぶ必要がありますねっていうところでしょうか。まあ、気をつけてって言っても気をつけようがないですけれどもね、未来のことはわからないし、なので今どうしても今遊ばなきゃいけないゲーム以外は、まあ、ちょっと待ってみてもいいかなっていう気ますけれどもね、恋姫演舞がちょっと気になって仕方がないわけですよ。格ゲーですね、格ゲーね。あー、はいはい、まあ、ぬるぬる動いてそうな感じですよね。ただ一つ聞きたいのは、なんでこんなにちっちゃい水着なのかっていうところは、まあ、常々謎に思いますけどね。なんでこんなちっちゃいの水着が。どうせマイクロビキニにするならさ、銀とか金にしてほしいね。ゴールドのマイクロ。でですね、サブスクサービス入る入らないとかそういうことは一切無視して、ネコパラ1,2,3,4は全部購入してください。これはもう、まあちょいちょいお買い得になってますよ、ネコパラは。まあ、どのタイミングでもいいです。もう買ってください。ね。なんで急にって思うかもしれませんけど、まあ、とりあえずネコパラ1を一旦買ってください。したらまあもうおのずと2,3でしょ、これね。おのずと2,3、この画面でパンツが見えている。いやでも俺こっちの子の方がね、ちょっとねタイプなんだよちょっともうバカなことばっかりでやめてもらっていいですかね、本当にね。というわけでですよ、この辺からまあインディー系のゲームとなっていきましたね。インディー系のゲームはどのぐらいがサブスクのサービスに入ってくるのかっていうところはね、まあ、読み切れない。結構な数入ってきそうな気がするんですよね。まあでもね、まあでも、ほら、インディー系はさ、
まあ、ちょっと半分さ買い支えてあげるみたいな意味合いもあると思う。一個一個が高くはないので、数百円ですよ。もう気になったら買っていいんじゃないかって思ってたら、もうなんでこんなラブライブ、こんなラブライブにラブライブ一色になってるよ画面が。で、あのゴーストオブツシマのディレクターズカットがですねこちらにありまして、でこれはですねすでにゴーストオブツシマを持っている方が、まあ、追加で、買えるようなやつとなっております。ゴーストオブツシマ持ってるけれどもディレクターズカットは、要は、新しい追加ストーリーを遊んでない方はこれチャンスでございます。あ、そしてここまでですかね。ここから下は、全部追加、あ、もう終わってますね、終わりましたねというところですね。まあ、デスストランディングも、まあ、サブスクサービスに入ってくるって今予告されておりますが、なんかねここしばらくねデスストランディングセールになっても一番下に必ずあるんだよね。なんでなのね、ソニーと関係うまくいってない、あるいはソニーコジプロ買収するね、いや、ないか、どうなんだろう。小島プロダクションはなんかマイクロソフトがどうのっていう話でちょっと一瞬あったんだけれども、その辺の関係性気になりますよね。小島プロダクションも今新しいゲーム作ってるから、まあその辺ちょっと気になるところではありますけれども、まあそんな感じのラインナップとなっておりました。まあおすすめなどなど紹介させていただきました。というわけでねスプリングセール見てみました。なんか新生活、環境が変わったり新しい生活になるっていうことはなんとなく緊張もするし、日頃と違うもんだからなんか不安にもなったりしますよね。まあ、そんな時、まあ、ちょっとした息抜きでぜひゲームをやってみてください。ゲームが好きだっていう我々のコミュニティは、いつも君と一緒にある、君と共にあると何言ってんだよくわかんないですけどね。なんか寂しくなった時は、あ、今頃刑事チャンネルもゲームでもやってんのかなって思い出してあげてください。大体私もゲームやってます。はい、というわけで、ぜひね、スプリングセールでいいゲーム見つめてみ口が回らないのは、あ、もうあれだ、もう腰と連動してんのよ。腰が爆破しそうになったら口も回らなくなる。それも痛しかたなしだ。でも時間も時間だ、結構な夜中に撮影しております。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。